子のどこまで撮るの？わお！今日は100均の材料でも作れる手作りフィルターの紹介をしたいと思います。今回はモノブロックストロボですね。これに装着するフィルターを作ります。材料を紹介したいと思います。まあこういう、まあ私は大体もうピンクしか使わないんですけど、ピンク、これはどういった撮影に使うかというと、大胆な表現したいとき、女性を魅力的に写したいときにこの色を使います。ダイソーブランドって書いてありますけど、こういったセロファンが売ってあります。でこれをチョイスして、これをですね、こういったですね、雑ですけど、まあ、取れればいいや的な感じなんで、フィルターの役割を果たせばそれでいいので、はい、こういった感じでですね、装着できるように測って作りました。私が使ってるモノブロックストローブ、ここにあります。これですね、もう遠くに行きましょうか。はい、でこういうモノブロックストローブを私は使ってます。でこれにこうやってつけるわけですよ。あとは撮るだけ、あとは撮るだけ。はい、これピンクですね。青とか緑、黄色とかいろいろあるんですけど、まあ微妙。一番使いやすいのがピンク。赤もあるんですけど、赤ちょっと濃ゆい。ピンクが一番ちょっと自然な、ちょっと私の求めるフィルターの色だったので、ピンクだけを使用してます。なんで今回はピンクを紹介しますけども、これで撮った写真がどんな写真かというと、はい、こういう風に写ります。まあ、直射なんで、ソフトボックスとアンブレラって使ってないそのままの直射になるので、まあ、白飛びはします。で、なんですけども、意外と硬い感じ？硬い表現ができるっていうのは、影がくっきりつくような表現になります。光の調節については、この向きを変える。あと、このモノブロックの距離。距離を遠ざけたり近づけたりして調整する。あと自分の角度を調整してポーズですね。影の感じがどういう風に入るか、その感じを見ながらこの角度がいいかなとか、そういうのを考えてこの設定で撮りました。キャッチライトは入りますけど、意外と小さめに入ります。直射なんで、ソフトボックスとかね、アンブレラとか使ってるともっと大きく瞳の中に白い部分というかな、光った部分が入ってくれると思うんですけども、まあ直射っていうことでわりかし小さめで入ります。はい、で今回ちょっとピンクのセロハン使いましたけども、まあこれを女性のセミヌードとかに当てるとエロリズム、セクシー、すいませんね、今回ちょっとモデルが私だったんで自分で撮っちゃいましたけども、こういった感じにふわっとこうフィルター効果が全体的に出ると。でこのピンクは濡れた髪と意外と相性はいいです。で髪をねこうピャーッと濡らして、水滴が落ちてもいいと思います。結構濡らした感じでがっつり濡らして、このピンクのフィルター使って撮るという表現ですね。意外と使えると思います。グラビアとかセミヌード、あっち系で使いやすいんじゃないかなと思います。はい、簡単でしょ？レンズを作るのって大変ですけど、フィルターぐらいだったら安くて誰でも作れると思うんで、まあ自分がセミヌードとか撮るのが好きだからでしょうね。女性を撮るのが好きだから、まあおすすめしたいと思うんですけど、これは使えます。このフィルターは良かったです。皆さんはどんなフィルター使ってます？手作りとかにこだわらずに購入したフィルターとかね、皆さんがおすすめのフィルターがあったら教えてください。やっぱり女性撮ると飛ばし気味の方がシミとかね、肌結構気にするんで、シャッター速度を低めにしたりとか、あと ISO 感度をちょっと上げてみるだとか、 F 値を下げるとか、そういうことして結構飛び気味に自分は撮ってますけども、自撮りでね今回はやりましたけども、室内ポートレートでね、だいたい撮る前に自分で試してからいろいろ設定決めて、撮ったりすることが多いんでね、もしよかったらこのピンクのセロハンで作ったフィルター、興味がある方は試してみてください。はい、じゃあ今日はこれで締めたいと思います。本日のご視聴ありがとうございました。